どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日は通信とか郵便システムということになるわけなんですけど、1871年ということですね。はい、前島ひとかさんが、まあ、郵便制度ということを始めますと。まあ、今でこそ手紙の重要性ってそんなになくなってきつつあるんですけど、まあ、要するにコメントとかでメールとかでね、やり取りするっていうのが普通になってるんですけど、要するに手紙であったりとか重要な文章であったりっていうのをやり取りするっていうのが、まあ、1871年の前島ひとかの郵便制度というのが、まあ、始まっていきますよということになりますね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。